あちゃん、えちゃんです。今回もジャンプチやっていきたいと思います。はい、ということで、今回は、カナオ、炭治郎、ギュウさん、そして、ムイチロ、こちらを、使っていこうかなと思います。はい、ということで、ムイチロと、ギュウさんと、炭治郎は一応、レベルをマックスにしてありますね。スキルレベルですね。で、カナオは、まあ、2ですね。こんな感じでございます。これで、今回は、行ってみようかなと思います。では、やっていきましょう。お、ちゃんと喋りますね。ほんで、どうしようかな。拘束されちゃったんで、解除させてもらえますか。こう作って、オッケーオッケー。そしたら、この辺潰して、潰して、潰して、ここ、オッケー、ナイス。次かな？次、全員必殺出ますね。オッケー。よし、じゃあ撃っていこうかなと思います。いいね。どうしよう。と、その前に。よし、これで。無限の無なんだ。おー、いいね。なぎ。ド派手なのはやっぱカナオですかね。こんな感じです。いいね、いいね。いやでも強いね。どのキャラも。いけ。いや、やっぱカナオ派手だな。よし。これでとどめだ。はい、いかがだったでしょうか。どのキャラもかっこいいし強いですね。いや、一番なんかド派手だったのカナオちゃんで、いや、なんかね、なんとも言えないんですけど、まあ強かったんで良かったかなと思います。で、今始まってるイベントのこの子な、な、名前ちょっと覚えてないのでわかんないんですけど、この子もう運極にしたので、次回使ってみようかなと思います。はい、ということで今回はこんな感じで終わりにしようかなと思います。ここまで見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。概要欄に Twitter のリンクも載せてありますので、フォローぜひぜひよろしくお願いします。ということで、また次回お会いしましょう。またね。